さて、今回はですね、受講ガイド、受講ガイダンスの話をしたいと思います。まずですね、ただよび現代文受講ガイドというタイトルで、皆さんに現代文の授業をどの順番でどの講義を受けたら一番いいのかっていうね、この話をしたいと思います。まず第一に、ただよびに現存する授業の数がですね、これがとてつもない数でして、まず、ただよび文系チャンネルで2340、2340ですよ。 で、理系チャンネルの方はですね、2297と、合わせて4500を超える、膨大な数の授業群がですね、潜在的にと言っておきますけど、眠ってるんですよ。で、このね、有効な資材をですね、学習の教材を活かさない手はないんですけれども、まあ、いかんせんね、数が多いので、皆さんからすると、どういう順番から手をつけたらいいのかね。 やっぱガイドがないとなかなかね、手が伸びないっていうところもあるのかもしれません。そこで、現代文はですね、まず受講ガイドと称しまして、大きく3つ。初級現代文と中級現代文。最後に上級現代文の3つのグレードに分けてお話をしたいと思います。で、この初級、中級、上級というまず区別立てなんですけれども、これ皆さんね、意外なことに現代文っていうのは、自分で客観的に実力をね、測る。掴むことがね、 難しいです、えー。特にね、点数が出てる人ですね。文章の読解そのものが、まあ意外と緩いのにね。つまりよくわかってないんだけど、選択肢を当てるね、当て感が抜群な人っていうのは実は一定数いるんですよ。で、選択肢っていうのはね、まあなんだったらよくわからないけど、まあこれ違うしこれっぽいなって言って、その当て感みたいなもので成果を出すと。これだってもちろん構いませんよ。入学試験とは点数取れば合格するわけだから。だけど、その 当て感んなるものってのはそもそも不安定で足場がこう常に動揺してるでしょ。こんなものを持ってですよ。自分の実力と考えて本番の試験会場を踏むなんてことはね。まあ、なんかこう、かけごとに身を任せてるかごとく不安定なものです。やっぱりね、確実かつ盤石な実力ってものが大切なんですよ。かつまた選択肢の問題を主に解いてる人ね。これはね、選んじゃえるんですよ。何言ってるかわかります選択肢が5つあるでしょ で、正解どれだって言われた時に、ー、なんとなく、いや、時間ないしま、あ、じゃあ4にしとくか。次の問題もね、なんとなくじゃあ5にするかって言って、あと採点して6、7割ぐらいの点数が出てると、だいたいま、こんなもんかって言って、現代版これでいいやって言ってね、ノーマークで終わっちゃうんですよ。つまり、自分の理解が極めて不十分であるにもかかわらず、選択肢の問題は、一応解いたという定義で次に進めてしまう。ね。 どん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 進行してしまえるせいで、なんだか問題を解いた自分というね、勝手なアイデンティファイが起こるんですよ。ところが、記述問題の場合っていうのは、文章を理解できなきゃね、もう文字も書けないですし、分かってないことを説明しろって言われたって、えー、何書いていいか分からないって、白紙とか途中投案で終わるでしょ。だから、自分の中で、満達成。要は、自分の実力的にこの問題にはまだ叶なわない。 手応えとしてまだまだだっていうことがね、割と理解しやすいんですよ。だから記述問題を解いていないと、自分の今の立ち位置っていうのは、本当はね、客観的に把握しにくくて、一般的にはね、まあ現代文、日本語ですからね、母語だから簡単によって。普段我々が日常使ってるでしょだからね、まあまあなんとかなるだろうとか、僕私はよく本読んでるから大丈夫ですよとかね、まあそう思っちゃうんですよ。 いや、そうはいかない。そうはいかない。日常使ってる言語の実力の上下高を測るんですよ。そりゃもう日常レベルをはるか超えてるレベルの問題を投げてくるに決まってるじゃない。だから僕たちは課題も与えられたんに読むときにね。なんだかつまんないな。これ何難しいこと言ってって言って気持ちがずーっと逸れて、ね、集中が逃げていくんですよ。その分読解が手薄になって、もう間違いのオンパレードで、 本当は全くできたない。つまりね、初級者。実力として全く初級。であるにもかかわらず、問題は問いの1から問いの10まで解き終わってる。採点も終わった。だいたい半分ちょっと取れてるという、既成事実が目の前にカードとして現れると、あまあ、こんなもんだろうって思っちゃうんですよ。これ怖いですよ。特にね、母語の学習である現代文は、そういうね、侮ってしまう。 ノーマークのまま、そのままスルーしてしまうっていうことが非常に起こりやすいので、今回、受講ガイドということで皆さんね、どこから順番に学んでいけば確実な力になるのかって話をね、ぜひともやりたかったってことです。さて、この初級、中級、上級の下にね、こう、丸書いて数字書き込んでますけど、これ何か。わかる人手を挙げてください。まあ、挙げられてもね、ここから見てもわからないんですけれども、まあ、とにかく、これね、数です。 授業の数なんですよ。初級、ま、あないし、初学者ね。現代文にまだまだこう、不安定な、不安があると言えばいいのかな。実力がこんな、いい時で悪い時で、こんな波のある人ね。もうはっきり言いますよ。一番下に落ちた瞬間が皆さんの本当の姿です。というか、そう考えてください。初級レベルに該当する人が、受けるべき、漂い現代文の、つまり、総掲示の授業の数が、26コマってことです。 26というと数が多く感じるかもしれませんけど、1個の授業がね、もうね、15分かそこらなんですよ。10分ちょっとね。え26コマ。まあ、15分あるとしても、だいたいね、400分ぐらいです。掛け算するとね。400分ってことは、7時間ぐらいですかね。7時間ですよ。学校で何時間受けてるの、授業。これがどれだけハイコストパフォーマンスかね。わかりますこのな26コマね。 もうそれもね、もうね、懸命に語りました。一生懸命作りました。編集の人も汗水流してね、一生懸命作った修玉の名作ですよ。この26個も受けるだけで、もう皆さんの現代文のね、基本的なベーシックな力はね、ちゃんとがっつり自分のものにあります。現代文というものの取り組み方、基本姿勢、 読み方で、解き方の原則的なことはね、網羅的に学習できるようになっています。えー、まずはですね、読解方法の基礎というのが7項分あります。これが一番最初の入り口なんですよ。この読解方法の基礎っていうのは、入試現代部の読解とは何かとか、あるいは解答の根拠はどんなふうに見つけるんだとか、文構造、例えば対比とかね、えー、因果関係とか、まあその同一名題反復、類比構造だとか、 原則的なね、文章というものの読み分け方ですね。こういったものをね、ガイドしてるんですよ。これもはっきり言ってきます。もうね、全く他では聞けないような話だと思います。僕らはね、現代文といえば、いや、皆さんどんな勉強してますか普通さ、学校だったらね、学校の教科書があるから、まあ、学校の先生がそれを根節丁寧にこうね、いろいろこう読、読解きほぐし、読みほぐしながらね、解説してくださるわけですよ。あるいは、なんか、 テストかなんか実力テストで持ってこられたらね。じゃあ今から30分時間計るとと。お前らまず解いおけって言ってね。先生が職員室かなんか行って。で、職員室で何してるのかわかりませんけど。というか、戻ってこられてね。で、お前らできたかとじゃあちょっと解答配るぞって言って配って。で、問いの位置からこうやって解くんだ。読み方は読み方の話はつまり、僕らはね、文章の読み方みたいなものを こう、非常にこう、システマティックに学ぶ経験というものをね、意外とやってないんですよ。で、これ、26項の中にはね、特に最初、7項分ですね、読解方法の基礎のところで、ちゃんと読む力を学びます。で、並びにこれに続くですね、解答技術の伝授というタイトルで、えー、これも9項分。ね、えー、まずは、文章を読む方法をきっちり学ぶんですよ。これ皆さんね、 点数を上げたい人って基本的にやっぱりね、点数ね、問題の解き方の方にばかり目が向き、どうしてもね、こう注意がそこに遡がれるんですよ。わかるよ気持ちはわかる。それしかも大きく間違えてる話ではない。だけど、読めなきゃね、ダメなんですよ。結局。受験勉強みたいなものを終えてですよ。晴れて、えー、大学生になったところでね。だって防線なんてないじゃないですか。 空欄箇所なんて空いてないでしょだったら、読めなきゃ話にならないんですよ。論文でも、こんなごっついね、本でもね。文学書であれ、学術書であれ、人文科学であれ、医学書であれ、何であれ、自力でバリバリ読めないってあれなんですよ。読めれば、解けるの。これね、議論の後先が逆です。だから、この26個の中の大半はですね、読むためのトレーニングでひたすら進んでいくんですよ。で、 この26項の最後ね、説問別アプローチとタイトルのあるところですけど、10分、分。26分の10項分。この説問別アプローチで、今度はガラッと話の仕方が変わって、解く側の話です。解き方の技術。そういったテクニックみたいなものをひたすら10項分皆さんに語るんですよ。これはね、本当に何だろう。もう、こう言っちゃなんですけど、 夏季講習とかさ、冬季講習とかね。まあ、予備校には様々ね、えー、便利な授業がたくさんあって、素晴らしい先生がたくさんいらっしゃいます。先生も個人的にね、今までお付き合いしてきた、いろんなね、こうね、力とか実力のあるね、思想も知性もある方、たくさん知ってます。そういう授業を受けることもね、十分有益なことだし、それぞれの先生の持ち味があるのでね、えー、何も悪いことではもちろんないんですよ。だけど、 この読み方と解き方の26個計7時間を受けたら、その部分に関してはほぼオールクリアで、あとはたくさん問題に当たればいいじゃないいいねまだまだ不安。いい実力にその不安定な部分を抱え持つ人は、ぜひこの自分が初級だと、自らちゃんとね、襟を正してるよ、えー。謙虚にここから受けてください。きっとこの26個で、現代文って意外と面白いかもってね、気持ちが少しポジティブな方向に向くと、 勉強もやっぱりね、さらにそんな進むんだと思います。さて、じゃあ、初級レベルでは俺はさすがにはないと。私はまあまあ点数取ってるし、クラスでも常に成績が安定して上位ですよっていう人は、これ中級飛んでね、もう上級に行っていいと思います。上級に関して何をやればいいのかっていうことなんですが、先生の授業の中ではですね、YouTube ベーシック講座の中に、記述問題の解き方、つまり国立型の授業とね、 あと、私立、私大現代文って言って、私立大学の問題文。これはいろんな種類の問題を出してくるんですよ。だってまぁ、私立大学ってプライベートスクールっていうぐらいですからね。まあちょっと英語にしただけですけど、やっぱりその大学それぞれが思うところでですよ。こういう問題を出せば受験生の国の力がちゃんと測れるだろうって、もうそれはいろんなことを考えてね。 工夫をし抜いた上で、それぞれオリジナルの問題を出してくるわけですよ。だから、出題の仕方みたいなものはね、非常にこうね、もうバラエティに飛んでます。だから要は、漏れのない、隙のないような形で、確実に実力を自分のものにするためにはですよ、私立大学用の問題文を、いろんな問題の形式に慣れる必要があるので、この、えー、大現代文ではですね、計14個。こっちらですね。 14校の授業を用意して、一応網羅的に、次第型現代文の問題に、一応一巡り全部習うように作りました。で、この17っていうのは、こっちは国立大学ですね。国立大学は、まあ、やっぱり記述、論述がありますので、なかなかの難敵です。まあ、選択肢を選ぶ方が簡単だと言ってるのでありませんよ。選択肢は選択肢で、それはそれで別口の難しさがあって、これね、必ずしも、 大は小を兼ねる的な発想で、ことが済む温度ではありません。えー、でも、書くとなるとね、もう、なんでしょうね。苦手意識でしょうね。もう作文が昔から不得意でとか、もううちの子は本を読まなくてとかね。そういう、こうなんかね、語られた言葉がね、脳内っていうか、心のどっかに深く沈殿し、その人間のね、ある種第二の天性を作ってしまうんですよ。僕は、 国語が嫌いだとか、本が嫌いだとか、読んでこなかったからきっと、読んでた人に違ったと比べて自分はできないんだろうというね、まあ謙虚で人がいいんでしょう。でもそんなにね、素直に言葉を受ける必要はありません。ただ言いたいのは、今までの力がどうこうということとこの書く力っていうのはね、連動しません。えー、読書感想文とか、遠足の作文とかね、こういうのを書くのが増えてで、やだなあ、やだなあと思ってるからといって、 記述回答まで書けないのではないんですよ。なぜかって言ったら、現代文の問題はね、問われたことに対して答えるんです。それも、答えを作るときに聞かれてることっていうのは全部、文章の中になんて書いてありますか作者、筆者はどんな風に説明しましたか、それをまとめなさいって言われてるだけなんですよ。つまり、皆さんの意見を書くんじゃないんですね。 筆者の言ってることをコンパクトな形で畳んで取り出すというだけのことなんですよ。で、これはね、17個のトレーニングを得て自分のものにできるように作りました。えー、つまり私立大学用14個、国立大学用17個ね。もちろんこれあの、どっちも受ける人って多いので、これ足し算して31個ですか。31個ってうわーって思う人ね。いやいや、 こっち26校でだいたい7時間ですから36校って言ったところでね。まあ何 ?8 時間とか。いやまああっという間ですよ。本当に。まあその欲張らずに例えば私立大学編から受けてね。で、ああ、なるほど、そうやって解くのかってこう、うんうなずいてたらあっという間に終わりますからね。ぜひともこのね、えー、上級編を受けて、あとはね、えー、確実に過去も中心とした問題集に入るのが最短距離だと思います。で、最後に。 真ん中の中級を居残した理由なんですけれども、これっていうのはね、誰が中級であるのか。この定義が実は意外と難しいんですよ。だから、こういうのはね、基本的には才ですね。言語学の話になっちゃいますけどね。才で定義するしかないの。つまり、私はまだまだだという初級、初心者を除去しますね。 俺は私はかなりの力があるぞと、相当自信を持っている上級者を除去すると。つまりその両端をカットした残った膨大な数の受験生が、おそらくこれに解答するんですよ。で、これ10って書きましたけれども、まさかと思う人ね。全くその通り。たった10個です。じゃあこの10個は何をやればいいのかってことですけど、YouTube でね、国語、現代文総計寺叩いてみてください。 説問別アプローチというね、えー、たった10個の授業があります。解き方ですね。ある程度読めはする。でも解き方においてまだまだ緩い甘いところがあるっていうのが、おそらくこの中級レベルの人たちなんだという考えで、これ10個ね、説問別アプローチの10個を受けてください。これだけでね、もうね、正答率は一気に変わると思います。えー、例えば10問とか15問とかね、まあこれ問題どういう、 模擬試験とか問題にもうりますけどね。えー、そのうち何台かポロポロっと落としてて、そのうち2、3台こう、てこれで点取れるようになると。一問の配点何点だと思います現代文。たった2、3台でね、みるみる、もう点数はね、全く見違えるように、ぐーっと上がってね、あっという間に別のレベルになります。さて、今回、現代文のただいび受講ガイドの話をしました。どういう順番で受けたらいいのかっていうね、 自分のこう、まあ、レベルとかにもよるので、こういう大きなざっくり三つの分け方をしましたが、本当にね、自分というものは全く分からないんですっていう人がいたら、間違いなくこの A、初級タイプから受ければいいと思います。まあ、中級、上級と進むにつれて、どん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 こうね、楽しい、なんか、<laughs> 面白いって受けられる授業から、だんだんこう難しい話に、ど,ど,どんどんレベルが上がってきますので、まあ、ここから入るとね、 なんか楽しく受けてるうちにいつの間にかこう極めて自然にここまで誘われているというものだと思います。え例えば、えこれだけいい授業が揃ってます。ただね、あんまりにも多くてね、えまだまだこうどう受けたらいいのかってわからなかった人多いと思いますけど、もうね、このガイドの話を聞いた後からね、じゃあってわけで、これね、あの、検索してみてください。すぐこのね、初級編の読解方法の基礎ね、 読解方法の基礎ね。ここからすぐに検索で出てくると思いますので、このたった7個をね、第1個目から始めてください。総計士がね、生き生きと話してると思いますので <laughs>、しっかり頑張ってください。では、今回はですね、ただよび受講ガイドをお届けしました。 オンライン学習塾ブリッジプラスライン登録よろしくお願いします並びにですね無料相談をホームページを通して受け付けておりますふるって参加申し込みよろしくお願いいたします